I saw standing in the street alone. はい、皆さんこんにちは。メガテドリブル塾の翔ちゃんです。今日はインスタのコメントとかでも多かったインサイドのリフティングのやり方について紹介していきたいと思います。メガテのチャンネルではリフティングの動画、初心者向けから上級者向けまでたくさん動画出てるんですが、今回はインサイドだけにフォーカスしたリフティングのやり方を紹介していきたいと思います。初心者の方とかサッカーを始めたばかりの選手、小学生の皆さんはぜひこの動画を参考にして練習してみてください。それでは早速やっていきましょう。それでは早速インサイドのリフティングのやり方を紹介していきたいと思います。練習方法としてはまずボールを手に持った状態からインサイドに当ててキャッチ、インサイドキャッチ、インサイドキャッチ、これを1回ずつ丁寧にやることを心がけてください。でこのタッチっていうのがこういう風に高くなりすぎたり低くなりすぎないようにしっかり自分の胸の高さでタッチできるように意識してやってみてください。2つ目 1、2、2回に増やしていきます。で、できたら1、2、3で、3回これも同じ高さでコントロールできるように1回、2回で、これが1回、2回で、ずれてしまうようだったらまずはこの1回、1回キャッチ、1回キャッチっていうのを正確にできるようになってから回数を増やしていくようにしてください。今度は手を使わずにワンバウンしながらやっていきます。1回タッチ、落とす、1回、落とす、1回、落とす、1回、落とす。この時もしっかり軸足は次の場所に移動させながら同じ場所に立っておくんじゃなくてボールの移動に対して自分もしっかり動きながらタッチしていきます。今度はワンバウンドさせて回数を増やします。1落とす、1、2落とす、1、2、3落とす、1、2、3、4落とす、1、2、3、4、5、6落とすって感じで回数増やしていってください。ここまでできるようになれば最後はノーバウンドでそのままリフティングを続けます。利き足だけでもいいし逆足チャレンジで最後両足って形でリフティングできるように、で高さも同じようにしっかり胸の高さでコントロールできるようにチャレンジしてみてください。それではここからはインサイドのリフティングのコツを紹介していきたいと思います。僕たち沖縄県でスクールをやってサッカーを教えているんですけど、ミスというか失敗の例を紹介しながらやっていきたいと思います。でまず当てる場所なんですが、横側のこの平べったい面に対してしっかりボールを当てるっていうのが一つポイントになります。ここの横側ですね、この平べったい部分、ここにしっかり当てるように意識してください。2つ目、同じリフティングのボールの位置、この辺ですね、体から少し遠いこの位置でインサイドをしようとするがためまっすぐ上げることができなかったりするので、ポイントとしては体の近くでインサイドのタッチができるように、右足のインサイドを左手で触るように、ここで1回、1回、1回で、反対も1回、1回、1回。3つ目のポイントは前傾姿勢にならない、体がくの字に曲がってしまうのでインサイドがまっすぐ上げられなくなってしまう。まっすぐ上げられないということは地面に対して平行に足を上げることができなくなってしまうので前に転がってしまいます。できるだけ姿勢は背筋はまっすぐとしたままインサイドできるようにやってください。最後意識してほしいポイントがあって、そこはボールの回転です。できるだけ回転がかからないように、回転かかってしまうと次のタッチが難しくなってしまいます。しっかり中心を捉えることによって常に同じ高さでコントロールすることができるので、これを意識してやってみてください。この4つのポイントですね、1つ目は当てる距離、インステップとインサイドとの違いですね。2つ目は足の当てる場所、3つ目が地面としっかり平行に、平行の面を作ることで真上にボールコントロールすることができるので、この面を作ってください。最後に4つ目は回転が
かからないように無回転で意識する。これができてるってことはうまくボールの芯を捉えられているっていうことの指標になるので、ぜひこのポイントを押さえてチャレンジしてみてください。はい、今回紹介したのは初心者向けのインサイドリフティングのやり方、そして失敗しないためのコツを紹介させていただきました。リフティング、いろんな場所でできるようになると体の使い方、ボールタッチの感覚を養うことだったり、プレー中にも活かせるボールタッチになってくるので、リフティングは毎日続けるように意識して取り組んでみてください。今回の動画が面白い、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.